はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ヤギオヤジです。3連休最終日ですね。3連休3日間ともいい天気でしたですね。青空広がりましてね、おとといと今日とこの天の川、淀川の河川敷に山頂に来てるんですけど、おとといはもう雲一つない良い天気でしたね。はい、それでカモメにも会えましたしね。なぜ淀川にカモメが上がってきたのかなんですけど、 あのカモメどこ行ったんでしょうね。琵琶湖まで行ったんでしょうか。琵琶湖にカモメっているのかな。はい、そういうことで、今日も練習を兼ねて頑張っていきたいと思います。この前はねドットサイト忘れたけど、今日はドットサイトも持ってきてます。さっきもちらっとカワセミにも会いましたけど、なかなか写真を撮るまでは行ってませんけど、ということで頑張っていきましょう。今日もよろしくお願いします。気温はちょうど20度ぐらいですかね。私は T シャツで着てますけど、ズボンはジーパンですけど、ちょうどいいぐらいです。風もそよそよと吹いて、今日は来ないな。カワセミが来ないです。もう8時前だしな。一旦ここやめて、また川の方に行くかな。ムクドリか。お、カワセミおった。あそこ。まだ飛んでる。Thank you.
ちょっとカワセミをたくさんかな取らせてもらいました。餌を食べに行く飛び込みではなく、水浴びをするための飛び込みでしたね。だから多分どうだろうな、最近カワセミのホバリングのシーン見てないんですよね。ホバリングをしてるとこ撮りたいなと思うんだけど、あと水面スレスレをこう飛んでるカワセミかっこいいですよね。あれを一回撮ってみたいんだけど、なかなかそう簡単には撮らせてくれません。はい、ということで淀川の方に向かっていきましょう。飛んでいっちゃった。動画はこの辺で終わりにしたいと思います。今日はねモズにようたくさん会えましたしね、もうカワセミもねいっぱい飛んでるんですよ。飛んでるんだけどよう取りきれないというね。はい、まあ、写真見てみないとわからないですけどね、家帰ってから。はい、で淀川に行って猛禽類でもなんかおるかなと思ったけども、
淀川は静かでしたね。何にもいなかったですね、ということで今回の動画、皆さんのお暇つぶしに、なりましたでしょうか。もしお暇つぶしになったとおっしゃる方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。特にあのコメントは励みになりますのでよろしくお願いします。まもなくね、登録者数500人を超えそうなんです。今490なんぼでしたのでね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヤギゴガイツでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。